僕の名前はジロウロス。はい、来ました、ジロウロス。もう確実に早いでしょ。この凛々しい精悍な顔立ち、さぞかし兄も立派な競走馬なんでしょうね。僕の双子の兄は足が速くて人気者だ。化け物じゃん。かっこいい。嘘でしょ。お前らどの世界線で生きてきたの？っていうか兄がケンタウロスなのはわかるんだけど、え、弟顔面馬？兄と真逆な僕は足が遅い。地獄じゃん。地獄じゃん。てかそもそも馬人間はどこから生まれた？僕の下半身はお父さんよりもお母さんに似たらしい。そうっすね。恐怖？私が今まで見たチンチンだと1メーター以上の立派なものがございました。同じ双子でも全然違うよね。辛いなこれは。兄はまだなんとか生きていけるけど、弟は日常生活に支障しかない。この顔で良かったと思える瞬間なんてゲーセンの周りかで顔写真撮った時ぐらいやわ。でもジロウロス君は容姿よりも足の遅さの方がコンプレックスみたいです。まあ確かにこの化け物を見てかっこいいっていう奴らがいるぐらいなんで、もしかするとこの地域一帯にギリシャ神話最短してる可能性出てきた。いやちょっと待って、このポスターは何？え、これ馬人間の野球選手だよね。サッカーならまだしも野球という競技において手が馬なしじゃ何もできないじゃんって思ったんですけど、がっつり持ってんじゃん。ということはつまり鳩か。鳩人間か。まあ、鳩人間に見えてきた、なんか。鳩人間だとしたら、もうそれはさすがに世紀末。ジロウロス、お父さんが。お父さんが？その日から全てが変わった。残念な方と呼ばれた僕が、あの兄に追いつき、そして超えた。早くとサラブレッドね。思わなかったわ。お前らは競馬オタクか。お前には負けたよ。兄ちゃんも買ってもらったら。負けないよ。夢ならばどれほど良かったでしょう。